はい、なぎです。おはようございます。今日はよく寝れました。昨夜早めに11時頃寝て4時まで寝たので5時間ぐらい寝れました。おとついは寝れないので2時頃まで起きてテレビ見てから2時間寝て起きたら起きようとしたら目覚めしました仕事それでも行きましたよ。まあでも寝れなくてもちゃんと布団にくるまってゆっくり転がってるのも大事やね。年いくとなかなか寝られないになる、けど、まあそれはそれで許容して体を休めましょうそういうのも大事です。次は渡里哲也さんで水割りいきます。皆さん体を大事にしましょうね。いや、いつもお前は笑った後でふっと寂しい顔するね、顔するね。薄い肩さえ痛々しいが酒と一緒に飲み干す恋の別れ酒。異例ばかりにいないでくれと伊勢丹うなじの傷の跡、傷の跡。影と影とが呼び合うからか水割りの水割りの氷みたいに心が触れてなった夜。その目を振り切るようにそっと差し出す女がさ、女がさ。抱いてやりたい、抱いたら負ける。酒の力で飛び出す路地に冬の雨。渡里哲也さんで水割りでした。凪でした。友達になってね、できたら友達になっていいねしてね、登録もしてね、よろしく。